ガイドラインに違反するところはないものの、一部の視聴者には適さない可能性があるので、年齢制限をかけさせていただきましたっていうような、どうしたものかなと、まあちょっと悩んでいるという。はい、こんにちは、ご視聴ありがとうございます。リラクエアの花澤です。先日あげました ASMR の足のセルフマッサージの動画が、本当に上げて28時間ぐらい、翌日には年齢制限がかかるっていうことになったんですね。年齢制限がかかると何が困るかといって、年齢制限がかかってしまうと収益化ができなくなります。再生数も 95% ぐらい減ります。関連動画とかでの表示もなくなりますし、視聴にあたってこの動画は年齢制限がかかっていますというような、まあ、そういうのが出たりもしますし、再生数がガタ落ちするんですね。でやっぱりせっかく頑張って撮った動画ですので、ですし、まあ、何かそういう収益化できなくなってしまうような、問題がないかどうかというのは十分に配慮して撮影したり編集したりという過程を経てアップしておりますので、本当にびっくりしましたし、ショックでした。でもちろん異議申し立てをしたんですけれども、通らなかったんですね。なので、まあ、今も年齢制限はかかったままになっているんですけれども、その YouTube 側からの、まあ、異議申し立ての後に届いたメールにですね、お客様の動画にはガイドラインに違反するところはないものの、一部の視聴者には適さない可能性があるので、年齢制限をかけさせていただきましたっていうような、文章だったんですね。で、まあ、ガイドラインに違反している部分はないっていうことなので、具体的にどこが問題なのかというのがわからないんですね。こう可能性があるというふうにされてしまうと、もう何を取っても何を挙げても、まあ一部の視聴者には適さない可能性はあるということになるので、非常に怖いなという印象を持ちました。本当に難しいなと。で、まあ、あの報告がありましたというメールも来ていましたので、どなたかが、まあ、この動画は全年齢としてふさわしくないということを YouTube 側に報告をしたという過程があったんだと思うんですね。で、まあ、そのような報告を受けて、ガイドラインに違反していなくても年齢制限をかけられてしまうということになると、言ったもん勝ちというか、ガイドライン自体も少し曖昧な表現になっていますし、過激な内容のものでも収益化したままで、再生数を稼いでいるものもあれば、問題がないものでも何か言われてしまうと削除とか年齢制限をかけられてしまうということはよくあるようです。で、まあ知り合いの方なんかでも不当に削除されて、異議申し立てをしたところ、まあ、なんとか復旧したというようなことがあったそうで、まあ本当に運営のさじ加減というか、とりあえず消したり、とりあえず年齢制限をかけて、まあうまくいけば異議申し立てによって取り消しになるということもあるし、問題がないにもかかわらず、改善してもらえないということもよくあるようです。あと1回しか異議申し立てはできないっていうふうになってるので、文字制限とかもありますし、非常にこうこちらとしてはそういうふうに一度言われてしまうと不利な立場になります。今回のその ASMR 動画だけではなくて、なんかストレッチ動画とかもほぼ同時期でボンボンと年齢制限をかけられるっていうことがありまして、どうしたものかなと、まあちょっと悩んでいるというか、まあやはりこうそういうことが続きますと、まあ制作意欲も落ちますし、ただこのようにね、言ってしまうと、
まあ多分私を弱らせるのが、まあ、目的な方というのも多分いらっしゃるんで、ますますねこうよしもっとやってやろうというようなふうに、考える方もいるかもしれないなというところは危惧するところではあるんですけれども、どうか、まあ、YouTube 運営側の方は本当に正当な判断とか確実な基準、細かい基準を作っていただいて、まあ、とであと何が問題であったのか、どのシーンをが問題であるとか、まあ、何分何秒の部分、どういう理由といったことも、教えていただけるとありがたいなと思っています。まあ、この動画で、まあ、伝わらないかもしれませんけれども、共感する方がいたりアドバイスがいただけたりしたら嬉しいなと思って、撮影しております。あとその問題の動画、ストレッチ動画に関してはもう一度加工編集をして、再アップをいたしました。基本的に私はその何か理由があって、収益化ができなくなった動画に関してはそのこれが原因であろうというものを取り除くようにして再アップという形をとっております。やはり見ていただくために作っておりますので、たくさんの方に視聴いただいて、まあ、コメントをいただいたりだとかお役に立てたりだとかするといいなという気持ちで、まあ、再アップをするというふうにしております。なので今回の ASMR 動画に関しても再アップをする予定です。ただまあ不本意な形にはなってしまうだろうなと思うんですけれども、まあ、おそらくも肌の露出という観点で制限をかけられたと思いますので、その辺をこうして、もう一度お出しするつもりです。上げてからそんなに経っていないのにまた同じ動画をというふうに、まあまりよく思われないかもしれませんけれども、まあもう一度、一から編集してちょっと違った動画としてお出しするつもりです。ご視聴いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。あまりちょっとまとまりのない話になってしまいましたが、何かアドバイスですとかご意見ご感想いただけますと幸いです。ご視聴ありがとうございました。 See you.